はい、それでは続きをやっていこうと思います。今回は以前最後の方でねちょっとお知らせした早生決勝をねやっていこうかなと思うんですけれど、まあね、私の小さな頭で可能な限りお伝えできる、まあ、イージーサンディングを使ったやり方、まあね、をね、説明、ダベさんなりの説明をしていこうかなと思います。まあ、いつもね、皆さんにお見せするときこれですみたいな感じで言ってるけど、パッケージこんな感じです。タムタムで331円。でも、意外とね、このパッケージってなかなかね、見つけづらいんですよ。なんだろうね、なんか見落とすパッケージなんですよね。全然このパッケージにね、悪いところはないんですけど、なんかね、見落としやすい、結構ね、見落としてる方がね、たくさんいらっしゃると思うんですよ。行ってみたらないとかね、そういうのが。だけど、そう、で、いつもね、自分も見落としてしまって、俺、ないなとか思って、まあいいやと思って、他のなんかいろんな道具、こう探してたら、あるじゃんみたいなさ、そんなんがよくあるんだよね。まあ、で、今回ね、合わせ目消しという感じで、こういうふうにね、つけてやっていこうかなと思うんですけれど、まあね、別にそんな難しいことじゃないんでね、今ただねこう見ると分かるんですけど、ここさ見て、ここがさへこんでるんですよ。ここの部分、ここもこう見ると、あ、ほらね、へこんで、要はこう来て上にちょっと上がって下に下がってこうなると、こっちもね同じような感じになってる。これもね綺麗にごまかしてあげないと、入り口がねいかにもこっからね真っ二つに割れていましたというのがバレてしまうんでね、それをねバレないようにするためにイージーサンディングを使ってでもなんとか綺麗に、まあ、結構ね手間のかかる話なんですけど、まあ、軽くねまず今回は合わせ目消しだけでもやっていこうかなと思います。でイージーサンディングですね、これをまあねなんとなく分かると思いますけど、ここに乗っけていきます。イージーサンディング、まあね言ってみれば瞬間接着剤なんですけれど、まあ、この瞬間接着剤ね、瞬間接着剤というほど瞬間ではないです。本当にもう速攻乾いちゃうみたいな言うほどでもないんですけど、まあ片方だけ塗ればいいですかね、とりあえず。あ、また虫が嫌だ、もうキモい。なんか虫がおるとナベさんの部屋汚いみたいじゃんか。いや汚いですけどね、汚いんですけど、ただ隙間から入ってくるだけです。ナベさんの家隙間からだから塗装ブースから隙間でってこんな感じですね。でこうギュッとやってあげます。でギュッとやるんですけど、この時ねこの面がちゃんとね合ってるかどうかっていうのも確認してね、後ろの面も合ってるかということを確認して、でここで使うのがこちらでございます。こちらをねシュッと一拭きしてあげればいいんですけれど、ここでやるととんでもないことになるので、ちょっと向こうで隠れてやっていきたいんですが、こう押さえながらも、こうさっき言ってたねここの部分にへこみがあるので、そこちゃんとこうねしっかり合わせてですね、ここの部分をちょっとこうねちょっと持ってあげて入り口だけでも、これ結構ね装着させてしまえば分からなくなるんで、だけどこの入り口はね分かってしまうんでね、こういう状態でこれを硬化促進剤をね、ガイアノーズのこれおすすめです、やっていきます。ちょっとシュッとズババババーってこう塗装するときみたいにかけるんだけど、ちょっとかければ OK です。だけどこれ見ての通り、これちょっと表面溶けるんですよ。これね見えづらいかな、指紋がね、これやったことある人は分かるんですけど、これねちょっとこうね溶けるんですよ、このプラの表面が。だからちょっと気をつけてもらわないと指紋がこうつくんでね。だからね塗装済みのパーツとかにはね絶対的にやらない方がいいですね。表面をものすごく傷めるんで、こういうね下ごしらえの時にやるのがいいです。塗装済みには使わないようにしましょう。あとこういう風に溶けてもらっては困るところとかね、だから机の上でやる時でも周りに気をつけないと、下に置いてあるものにかかってしまって、ね、この辺に置いてあったやつがね、わやだってなるから、わやって言わない、あわやだね、まあむちゃくちゃになっちゃうからねっていうことね。いやわやだぞ、方言だよね、おいわやだ、まあわやっていう言葉自体あんまりもう聞かねえな、言おうと思ってるじゃないと言わないな。よ
し、これでしっかりね持って、しっかり持ってって言うて、こうしっかり持ってるとね、ちょっと逆に力入れすぎちゃう時とかあったりするんでね、そうすると全てな、結構相が悪いな、反ってるなお互いに。ちょっとこことここをこうやって持って、これで効果促進剤をかけてあげるか。まあその時にもこの後ろの合と前の合もしっかり確認しながら、これでなら OK かな。でこれはすげえ器用な持ち方、不器用な人間の器用な持ち方。よし、シュッてやってこう、シュッて。でここからはね、とりあえずお話になるんですけれど、この効果促進剤の何がいいかというとですね、効果促進剤ってウェーブとガイアと出てるんですけど、こっちの方が量が多い、値段的にはこっちの方が高いんですけれど、ここにね入っている量 220mg ミリリットルっていう風にね書いてある量がやっぱりまあね、1ミリリットルあたりの計算っていう風になるとこっちの方が安いですね。しかも何がでかいって、あの匂いがね少ないんですよ。まあちょこちょこね、長いお付き合いの方はねご存知かと思うんですけれど、防虫剤の匂いがする、防虫剤臭いんですよ。でウェーブのやつの方が防虫剤の匂いが結構強烈なんですよね。効果促進剤っていうのがそういうものなのかどうなのか分かんないんですけど、ただこのこっちのガイアノーツの効果促進剤だと、あの低周期タイプって書いてますよね。あの本当にね匂わないわけじゃないんですよ。でもね、あからさまにこっちの方がね楽、ね、もう防虫剤の匂いフェチの方からすればね足りよという感じだとは思うんですけど、もうね、ちょっと自分はね防虫剤の匂いはねちょっと勘弁してほしい感じなんでっていう風になるとこっちの方がいい。あと 量的にもこっちの方がお得。もうこれ買って1年以上経つかな、もう全然減ってない、まだまだいっぱいあるね。ちょっと今ね撮影してなかったんですけど、出す量なんて本当にちょっとなんですよ。チュチュって出すぐらいだから、なかなか1回買うとね減らない。でこちらですね、こうね書いてるんですよ。でなんでイージーサンディング瞬間接着剤じゃダメなのというと思われると思うんですけどね、一応ここに書いてるんですよ、タミヤ瞬間接着剤イージーサンディングって。硬化した後に削りやすいんですよ。これはね本当です。本当にね削りやすい。普通の瞬間接着剤って結構こう削っていくと硬いんですよ。ガラス質な感じがしちゃって、ペーパーでこすっていってもちょっとそこだけ残ってしまうと。でちょっとまだ時間ある、ここからちょっと難しいっていうか説明がね下手くする申し訳ないですけれど、こう削るじゃないですか。こうね削るとプラの部分、瞬間接着剤の部分、プラの部分っていう風になるんですよね。で削っていくと、普通の瞬間接着剤でやってしまうとどうもねこれがガラス質な感じで、例えば800番でこうめくるじゃないですか、1枚600番とか800番でめくると、切削物が違うから目が違うんですよ。やっぱり粗さっていうのは、仕上がり粗さっていうのが変わってくるんですよ。このイージーサンディングの場合だと柔らかいっていうか、ちょっとサクサクしてるような感じだから、プラに近いような質感が出るんで、こことこことこのペーパー、同じペーパーで磨いても差ができにくいんですよね。その表面粗さっていうのが違うんですよ。だから表面粗さが違う分、違ってこない分、そのこっちだとねイージーサンディングだと違ってこないんで、塗装した時にその面の粗さっていうのって塗装した面に出てくるので、瞬間接着剤でつけた時っていうつけて塗装するとね、面の粗さに出てくるから、いかにもここを止めましたっていうのが、下手くそな私の場合ですと見えちゃう時があるんですよ。ここくっつけたなって、やったんだなっていうのがバレちゃうっていう時がありますね。だからイージーサンディングだと同じ目の粗さで仕上がるので、そのねここでイージーサンディングね、合わせ目消ししたんだっていうのがね分かりづらいよという感じです。説明が下手くそ。だから瞬間接着剤でもできますよ、できますけど後の処理が結構こっちの方が楽かな。で瞬間接着剤だったら別にこうやってじーっとやってなくてもいいんじゃないのって思われるんですけど、やっぱねさっき言ったように
ね、反ってたっていう時あるじゃないですか。でもあと作業効率を良くするためにこれでねシュッと一吹きかけておくと、もうこれでもうねもちろん固まってますし、その瞬間っていうほどめちゃくちゃ瞬間ではないので、まあ、どんな瞬間接着剤もそうじゃないですか。結構ブト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 ってやったらそう簡単にはね固まらないじゃないですか。そうっていうのの効果促進ですねっていう感じになっております。で言うてもですよ、あのね、もうじゃあこのままもういいからすぐに、あのもうじゃあ1枚今からめくっていきましょうかというふうになった時にやめた方がいいですね。あ、これちょっとつけが足りんかな。あのね、中まで乾いてないことがあるんですよ。ちょっとこれ足りねえな。中まで乾いてない時がほとんどで、要は完全硬化するのに1日は見た方がいいかな。このままほったらかしにしておいた方がいいですね本当はね。ちょっとここつけが足りない。後盛りこうやってね、ちょっとここもちょっと足りないかな。よし、ちょっとやってみるよ。こんぐらいちょっとでね、ちょっと黄色くなるんですよ。これ見えるかな。あ、黄色くなってるね、黄色くなってる。あ、だけどすぐ白く、あ、黄色からだんだんまた透明に変わっていくんですよね。そうしたらもう硬化したかなみたいな感じね。そうだけどやっぱりね、そのこれを使った方がその完全に芯まで硬化するっていうのはあからさまにこっちの方が早い。あと作業効率もいいからこのままどっかね、またすぐ次の工程に進めるっていうのも利点ですね。なんかあと伝えておいた方がいいことあるかな。まああと発火しにくいね。エッチングメタルレジンパーツの接着に、うん、そう接着にも使えるけど、自分の場合は接着剤として使うんだったら普通の瞬間接着剤を使って、ね、こういう合わせ目消しの時用に、まあ、331円もするんでっていう感じですね。うん、普通のね瞬間接着剤として使うにはもったいなすぎる。100均で331円で買う、ね、あの瞬間接着剤って言ったら、ね、自分が使ってるあの使い切りタイプのね4本入りのさやつがさ3袋買えちゃうからね。3箱3ケースなんだろう、うん、3セット買えるんでねっていう感じでございます。まあね、今日はこの辺にしようかなとも思うんですけれど、あ、カメラが一回このままねしっかり乾燥させて、うん、ボディの方とか触ってって、で徐々に順番にこっちもやってけてっていう風にしていけば、その頃にはねこいつもしっかり乾いているのでね、合わせ目はねしっかり見ていきたいなと思います。ということでね、今回はねイージーサンディングこんな風に鍋さん使ってますよというところの、説明でございました。これサムネ用こんな感じ、こんな感じでこれができるみたいな、こんな感じで、ちょっとこのタムタム主張、タムタムさんねいつもお世話になってるんでね、ありがとうございます。こんな感じでございます。ということで今回ねイージーサンディングねこんな風に使うとねとても便利ですよとね、下手くそなね鍋さんのね説明でおか、ね、理解していただけたならすごいすごい、ほんとすごい、ありがとうございます、ね、皆さん優しいから理解できた方はねきっと優しい方だね、ありがとうございます。いや、じゃあ理解してね俺は優しくねえのかって言われちゃうね。いや、そんなことないです。最後まで見てくれた人が優しいです。ということでこんな感じでございました。皆さんのねプラモ制作する上でね何かしらのね役に立ったらなと思います。このパッケージですよ。見落とし、本当にね、本当に見落としは安いんでね、なぜか見落としやすいという意味のわからない、うん、見つけてみてください。ということでございました。ではまた。